3曲目の前にですね、ちょっと機会がありますので、ここでちょっと小話をしたいなと思います。いいですか？自分たちで市役所の方に、行った時にですね、こういうおばちゃんがいたんですね。投書箱の方に、目をやってですね、投書箱の前でおばちゃんがわーわー叫んでるんですよ。わーわー言ってるんですよ。なんだろう、ちょっと大丈夫かなと思ってから、で、おばちゃんに声かけたんですね。ちょ、おばちゃん何をやってるんですかって言ったら、これここに書いてあるでしょって言ったから、その投書箱見たら、あなたの声を聞かせてくださいって。ね、だからってわーわー叫ばなくてもいいでしょって、なんかね、もっといろいろあるでしょってことですよね、本当にね。はい、繋ぎましたからね、ありがとうございます。